はい、皆さんこんにちは、ひでしチャンネルでございます。いつもご視聴いただきましてありがとうございます。今日はですね、広島のバイク乗りならみんな大好き、ナップス広島に行こうとしてます。で、そのナップスに行く理由なんですけど、大きく分けて2つあります。まず1個目、僕もね知らなかったんですけど、どうも先週どこか2日間ほど店を閉めて改装されたそうなんですね。リニューアルで、そのセールを、この土日なので昨日と一昨日とやったそうなんですけど、僕全然行ってなくて、もうセールは終わっているかもしれないんですけど、まあ今日月曜日行ってみようかなということ、それが1個目ですね。で、2つ目なんですけど、2つ目はですね、ちょっとカメラにはね映らないと思うんですけど、このどこのかな、ゴールドウィンの冬用グローブ、左手のですね、映るかな、人差し指がの第一関節あたりが破けてるんですね。どうしてここが破れるんか言ったら、多分クラッチかな、左手の人差し指にすげえ力が入ってるかもしれないからかもしれないんですが、まあ破けちゃってるんですね。2シーズンぐらいしか使ってないんですけど、でもう冬も終わるので今更冬用グローブは買うつもりはないんですけど、まあ季節外れにね、ちょっと安くなった頃にもしかしたらということで覗きに行こうとしてます。それが1つ目で、2つ目はですね、今パンツは大地の冬用を履いてるんですけどね、もう季節は春ということで、昨日かな、春用のジャケットとパンツと引っ張り出して、合わせてみたんですけど、見事にパンツがきつくてですね、まあ理由は簡単で、僕太っちゃったんですね。で、もし、まあ、ワンサイズ上かなのパンツを買おうとしたらどんなのがあるのかなと、いうのを見に行こうとしてますっていうのが2つ目ですね。さあ近づいてきましたよと、何時？7時17分8時閉店だったっけ、あんま時間ないな。はい、到着、行ってみますか。いいのがあるといいな。よいしょ。はい、ということでナップス行ってきたんですけど、まずグローブはね、もうなかったですね。展示自体が、まあ、なくはないけど数が少なかったですね。もう春夏とかもうメッシュのグローブになってましたね。でパンツはね、割とねかっこいいのがあったんですよね。メーカーは兵道さんかな、なんていうんかな、まあ普段履きしても全然大丈夫な感じな、まあ、チノパンっぽいって言えばいいんかな、ベージュのなんだけれども、ちょっとねちょっと高い。まあね、ウェアもピンキリなんでしょうけど、どうしてもブランドによっては本当高くつきますよね。まあその前に痩せれば全然問題ないんですけどね。多分今、まあ、会社
片道たったの5キロなんですけど、原付で通ってるんですね。それを、まあ、チャリンコかあれだったら歩きに帰ればね、あっという間に痩せるんですよね。分かっちゃいるけど、なかなかね、楽を覚えるとダメですね。やっぱ時刻は7時40分、うん、ちょうど帰り道なので二輪館寄って帰りましょうか。まあ、パンツはね、さっきぼちぼち見たので、冬用グローブのなんか売り出し品みたいなのがあるかないか覗いてみましょうか。さあ行ってみようか。あまり時間がないのでちょろっと見て帰ろう。はい、到着。あら7時半じゃん。マジか、まさかの二輪館7時半やんか。閉店早くないか。うん、まあしょうがない、帰ろうか。けどどうしてここが破れるかな。まあ、確かにね、クラッチレバーの角に当たるっちゃ当たるけど、多分必要以上に力が入ってるんですかね。クラッチってね、ちょっと切れば、ちょっと引けば切れるんですけど、僕目いっぱいこう引いちゃう癖があるんですよね。なんで余計かもしれないですね。はい、ということで今日は、会社帰りにナップス広島店ですね、そちらに寄ってグローブとかパンツとかを、まあ、物色しましたというだけの動画でございました。はい、ご視聴いただきましてありがとうございました。